で、どん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 前向きに、これをどん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 やってくれ。師匠、ご存じない。問題があるいうことが分かってきて、分からんというなのを言いましょう。こういう地域活性化をしようという企業が申し込んできたら、渡りに船じゃないんですか。いい話だったらどんどん乗らんにはダメでしょ。これを活用することによって地域がどのように活性するか、あそこがどのように活用して地域に影響を与えるかっていうのは目に見えて分かってるんじゃないですか。そういういいことは行政は市のためだったらどんどん前向きにやってほしいんですよ。それを計画書が出てから11月末まで、私の情報では動いてなかったでしょう。で、この募集要項については野鳥の丘美術館、野鳥の丘美術館周辺農地群賃貸借購入を見込んだ利用の利活用の提案、一体利用、単独利用、いずれもカット書いてある。それによってこのような計画書が出てる。ちゃんとした施設を作ってどういうふうに活用しようか言って、もっと出てるでしょ。山本議員に申し上げます、はい、協議ではありませんので質問としてください、はい、だからどうしてこれがこの9月6日から11月末までほっとかれたのか、ちょっと説明してください。答弁を求めます。石丸市長、はい、この町には前向きな話もあれば、それ以上に後ろ向きな話がたくさんあります。緊急度は後ろ向きの話の方が高いんです。そのご理解は大丈夫でしょうか。で、逆を言えば前向きな話を意識的に意図的に先送りする道理はありません。ベストエフォートで取り組んでいます。最善を尽くしています。予定はあくまでも予定であり、それを完遂するように目指しますが、業務の都合によっては劣後します。そこまでもおっしゃるんであれば、今回これ市が募集した企画ですけれども、議員自ら動かれて案件の一つでも二つでも見つけて持ってきていただいても構いません。これまでもそのチャンスはあったはずです。ぜひとも地域のためにご尽力をいただきたいと願うばかりです。答弁を終わります。山本議員、はい、だから私は提案しとるじゃないですか。これをどん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 やってくれたら前向きな課題ですよ。後ろ向きじゃないでしょこれ。これだけの企業がやってくれ、やりたいって聞いとるんだったら、そりゃ市長お金向こうが出してきてやってくれるんですから、もろ手を挙げて賛成して、いろんな課題があったら課題を整理してからやってくださいって言ってくれるのが行政の仕事じゃないんですか。これだけの企業ありませんよ。こんな2万5000の町へ来るような企業は、それほどあそこは有効活用ができる場所なんです。だからこう本当に前向きな事業なんで、もっと真剣に取り組んでほしいと思いますが、思いを。答弁を求めます。
石丸市長。はい、私の答弁を聞かれてなかったのか理解がされなかったのかどちらか判別がつかないんですが、もう一回お伝えしますね。本件は前向きなものだと申し上げました。はい、で提案しろと言ったのは山本議員にこの話をしてくださいという意味ではなくて、他の案件でももちろん受け付けられますので、もしよろしければどうぞと地域のために働いてみてくださいというお話です。でなぜこれに時間がかかっているかというと業務の都合です。市には後ろ向きなどうしても解決せねばならん緊急度の高い事案が山ほどあります。それらを抱えながら全ての部署は仕事を回していますので、結果として予定通りにいかない事業もあります。ただそれは緊急度を仕事として判別した上での結果です。ベストは尽くしていると先ほどお伝えをした通りです。答弁を終わります。山本議員。はい、まあね、ベストを尽くしていると言われますが、この募集要項を抜け取るんですよね、中身は。だから課題が起きとるわけでしょう。市長ご存じない、この募集要項で多分企画書を出された方は問題があるということが分かってきて、これどうしようかという話になっとるでしょう。そういう課題があるんだったら市役所としてどん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 前向きに解決する方法を考えればいいじゃないですか。そういう努力しますか。答弁を求めます。もうちょっと具体的には、はい、今のその要望書に、要望書じゃない、今の提案書にその課題があると山本さん、はい、そういう何かがありますかって、どういうあれですか。じゃあなかったらいいですよ。で、質問のポイントそこがなくなって最後の一言で、こんなのもあるけど、うん、なんか総論どうなんだみたいな企画されるほうがいい。はい、もう質問に戻ります。山本議員。はい、わからんというなら言いましょう。11月の29日頃に書類が出ております。この要望書には書いてない内容です。センターギャラリーの屋根にはウエストホールディングス製の貸し付けのソーラー発電パネルが載っている。農地のうち温室ハウス部分は他事業者への貸し付け中であるため対象範囲外となる。現在玄関前の駐車場部分と農地部分は民間所有者であり市が借り受けていると。こういう注釈はないのにこういう募集要項出してるじゃないですか。これ問題じゃないですか。計画書にはもう全部これを利用する計画書が出てるんですよ。計画書見たら分かるでしょ。ここの農地を使ってここを使っていうのは全部書いてあるんだから、それに対してはどう思いますか。答弁を戻ります。今どの段階の話をおっしゃったのかがちょっとパッと分からなかったんですが、ヒアリングの前の段階のことをおっしゃったのかなと思います。もし違ったらそうではないとまた後で質問をいただきたいんですけども、ヒアリングの中でそういうものが、詰めていけるというのがこの立て付けなんだろうという理解です。答弁を終わります。はい、以上。山本議員。まあ後から2ヶ月後くらいにこういう内容が出てきたら企画者も大変
困惑しておられると思いますが、私としたらこれは一大事業であって、 市の活性化のために大変貴重な企画だろうと思います。私も地元ですから、地権者とか皆さんと一生懸命協議して前に進めますよ。都市の経営についても地元の地権者と話しておりますよ。そういう意味で市としたらもっと真剣に、これ一種の企業誘致ですからね、もっと真剣に取り組んでもらいたいと思いますよ。そのとこも真剣に取り組むことについて、取り組んでないというんじゃないけども、期間がかかりすぎと、その企業としたら計画段階で広島へ飛行機飛ばしたり、何回も来たり調査したり、もう相当費用を使ってますよ。それだけ努力されとるんです。だからそういう努力されてこれだけの企画書を作っとるわけだけ、市としてもしっかり対応していただきたいというのが市の思いです。答弁を求めます。石丸市長、はい、提案者の方にお時間を頂戴してしまっている点は誠に申し訳なく思っています。ただ先ほど来お伝えしますが、あの真剣さの度合いというのは今議員もおっしゃる通りなかなか示すことができません。あえて言えば、いつも常に全員市役所の職員は真剣です。もはや油断満身ならぬ状況です。ですのでこれからも変わらずあらゆる事務事業について真剣に取り組んでいきます。ただ一点、地権者あたりについては山本議員が大変なお力添えをいただけるということですので大変に感謝、そして安心をしております。どうぞよろしくお願いいたします。